はい、ローダスクラウン賞ということでね、佐賀の6レース3歳のダート2000メートルの重賞ってことで、ダービーと同じ舞台、こちらの方をね、予想していきたいと思います。決勝というのも賞という発表でございます。今回はですね、まあ、こんな感じでさっくりといきたいと思います。軸は9番のネオシエル。まあ、佐賀のね、サツキ賞馬、ダービーは3着と敗れましたが、まあ、九州3馬。まあ、今週はね、九州3のお祭りですよね。九州3限定のレースが JRA で3週連続で行われるっていう、まあ、2クラ行われる新馬戦の週、まあ、このね九州産限定新馬の週と、まあ、ひまわり賞の週っていうのが、まあ、九州産馬にとってはある意味お祭りなのかな。 JRA ではね限定戦それだけだもんねっていう中で、今回、まあ、ロータスクラウン賞佐賀のね3歳重賞なんですけれども、まあ、本命サイドに九州産馬がということでね、まあ、頑張っていただきたいなと、まあ、このお祭りを盛り上げる意味でもね、佐賀でまあ、3歳の秋の大一番みたいなところのね、ロータスクラウン賞、まあ、こちらをですね、ネオシエルに頑張ってもらいたいなという感じで軸でいきたいなと。まあ、ちょっとね、前走高知で先行できずに、まあ、高知ダービー、高知優勝に大敗しましたけれども、地元ならね、楽に前につけれるんでね、やれると思います。まあ、そして2番、里見の朝日、まあ、4連勝でね、重賞初挑戦、まあ、時計面ではね、そこまで通用して、あの、持ち時計がないという中で、前売りでは人気して、まあ、売れてるという感じにはなっているんでね、紐までの評価でいきたいと思います。そして3番の踏み立つエンペラー、直近6戦4勝2着2回、まあ、前走でね4連勝がストップしたという形にはなっていますが、十分上り馬として評価はできると思います。まあ、これも紐までですね。まあ、そして4番のミヤノウッドリ、皐月賞3着など重賞では上位常連、まあ、ダービー6着以来のレースっていうことで、逆にね、レース間隔空けて立て直してきた。まあ、疲れが取れて、まあ、ここで万全みたいな感じでね、頑張ってもらいたいななんていうふうに思っております。まあ、で、10番のブレイブアモーレ、ダービーの2着馬ですね。前々走佐賀ユースカップ専用の重賞を勝って、まあ、距離短めの方がいいのかなみたいなところがあるんですけども、ダービー馬が出てこない以上、まあ、佐賀のね、まあ、このダート2000という距離に関して言えば、この馬が最上位という可能性もあるなということで、まあ、3歳勢上位、これもね紐で入れておいて、今回はまあこういった感じの予想でやってみたいと思います。そんなわけでね、またこういった形でやっていきますんで、チャンネル登録の方ね、ぜひよろしくお願いいたします。小倉記念がメインチャンネル、フレガム TV で、こちらではその他もろもろという感じでやっております。以上、ハッチーでした。